みんなはどっちのマー君を使うのが正解だと思いますか？はい、どうも、はじめましゃーりチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、2023年シリーズ1の、松坂セレクションのマー君をね、今日はちょっとランク戦の方で、あ、ランク戦じゃねえわ、純正のルーム戦で使っていこうかなというふうに思います。バーはい、というところでね、今回はですね、こちらのね、神の子をね、ちょっと使っていこうかなというふうに思うんですけど、まずね、皆さんにね、しっかりと、お伝えしたいのはですね、知らない方もいるかもしれませんが、成績の方をご覧ください。はい、シーズン通して無敗、24勝0敗の男。もうこれ伝説よ、本当に。もう今までのね、プロ野球史上いろんな歴史があるけど、伝説よ、伝説。で、プラスして最多勝、最高勝率、最優秀防御率、沢村賞。怪物だね、これはね。もうこのマーク使うしかないでしょと。はい、でもね、今年ね、スピリーグ予選本気で、プロを目指している僕が、じゃあこのマークを使うのかと。レイちゃん、ふざけるのも大概にせいよと、思ってらっしゃる方いるかと思います。何かと言いますとね、ツーシーム C のマークを使うのが妥当なんじゃないかと思っている、そこのあなた。スピリーグ予選、このセレクションのマークで行くか、ツーシーム C のマークで行くか、僕は、今のところ五分五分。なんですよ。そうなんですよね。僕自身もすごい今迷ってまして。で、迷っている理由がちゃんとありまして、このセレクションのマー君とツーシームの C のマー君をちょっと比較してみますと、スピリッツがかってるのはもちろんこのマー君であると。で、正直ステータスに関してはあまり変わりはないんですよ。で、球種自体は、向こうのツーシーム C のマー君の方がぶっちゃけて言うと強いです。で、特殊能力はそこまで大差はなくて、どちらも大ピンチ持ってますし、対強打者を取るか、制球のいいコントロール回のマー君を取るかっていうところなんですよね。じゃあレイちゃん、あんまり大差ないからツーシーム C のマー君を使うべきじゃないかと思われるかもしれません。しかし今回ね、僕がなんでこのマー君を激推ししてるかというと、スピリッツが4400なんですよ。でプラスして意外とこのマー君の球種って打ちづらいんですよね。去年僕スピリーグ予選でこのマー君何回か当たったんですけど、普通に打ちづらかった。まずね、スプリットが9位 S でストーンって落ちるんですよ。ストーンって、で、しかも9位 S だから飛びづらいんですよね。に加えて、スピリッツが4400ってことは、楽天純正の打線で考えると打ちづらいんだよ。皆さんね、知っての通り楽天純正の打線って、左バッターのラインドライブ、ちょっとパワーの少ないラインドライブが結構多いんですよね。皆さんのオーダーって。そこにスピリッツ4400のこのマー君が来て、対強打者持ってて、ちょっとみんな想像してみて、なんか打ちづらくない？もちろんね、ツーシーム C のマー君はもちろん強いよ。12球団で考えたらツーシーム C のマー君を使うべきだと思うよ。なんやけどさ、やっぱツーシーム C のマー君って、やっぱり上手い人ほどもう慣れてきてるっていうところもあるし、こっちのマー君なんてみんな練習しないんだよね。で、プラスしてさっきも言った通りスピリッツ 4400? なんかやれる気がしてきたんじゃないのみんな。ということでね、今日の動画マジで大事よ。楽天純正のね、今から2試合ちょっとルームやってきますけど、楽天純正やってない方も、多分ね、おそらくスピリーグ予選、僕の伝説の配信をね、今年見に来てくれると思うので、エースをね、どっちのマークでいくのか、今日しっかり、判別していきたいかなというふうに思います。それじゃあね、ルーム戦やっていきましょう。頑張っていこう。はい、というところで、シシューさんから対戦の方よろしくお願いいたします。ということで、超高速フェードの2イニングマッチで、スピリーグ予選と同じルールの方でね、ちょっと対戦の方をね、やっていきたいかなというふうに思います。よし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 、はいはい、まずね、この感じを、ちょっと頑張ってやっていこうか。引っ張り警戒で、とりあえずね、この高速スライダーのベストピッチから入ってみましょうかね。これをね、うまいこと使ってあげるのね、結構大事なんじゃないかなと思ってて、で、今度はベストピッチで高めにスプリットね。さあ見てくる。このスプリットがね、意外とね、しっかり落ちるからね。ちょっと一旦投げるか。あ、ちょっと、ごめん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 。ちょっと、カット。今のなしでいきますね。はい、集中していきましょうかね。さあ、パリ系にして、こういうステータスになると、結構外角を攻めたくなる気持ちね、すごいあるかなと思うんですけど、そこでね、しっかりと、インコースも意外と攻めてあげると、個人的には、楽天純正的にはいいかなと思う。で、さすがにでもね、今ね、打席に立っている竹山は、アーチストなんで、オッケー、こう、で、スプリットの変化量で、マジでわからんくなる。去年特にそうだったんだけど。さあ、これパリ系にして、でね、シンキングとかもね、うまいことね、使っていけるかなと思うんだよな。あ、高めより低めの方がいいかな。
多分ね。でもう一つね、いいポイントがこのマー君ね、ストレートの球威が B なんですよ。うん、僕の持ってるツーシーム C の方はストレートの球威が D なので、ストレートでも案外こう押していけるのがこのマー君の良さかなと思うよ。うん、さあここコースサイダーボール、さあここでね、まあ困ったら外角ですよ。外角のスプリット、いやベスピが出ないな、ちょっとうまいことベスピしっかり出ない。 OKOKOK スプリットハマってるね。ツーアウト。いやお相手の方もね、リボン持ちの方なんで、うん、結構やってくる方だと思うんでね、こういう相手にさぶっ刺さるんだったらマジでありだと思うよ。うん、ちょっと1点取られちゃってるけど、この1点は俺のせいなんで、はい。ちょっと待って、反省するわマジで。うん、OK、ちょっと待って、OK、ファール。もうね、こういうふうにね、広角のないギッテンスとかだったらね、もうね、外角一辺倒にね、スプリットを落としてるだけでもね、正直ね、強いです、これ。飛ばないです。はい、今のね、ホームランだと思ったそこの君。うん、違います、飛びません。はい。さあ、ここが大事だよ。さあ、集中していこう。パリーケー。ここは、丁寧に高速スライダーでストピッチ。よし。よっしゃー、見たか、こら、みんな。フランコの守備。まあやってみて、ちょっと1イニングだけ投げてみて思ったのがね、まあ若干だけど右バッターに対しての配球が少し難しそうやね。うん、そこが課題かな。いけフランコ、イエーイ。これがプルヒよ、うちの打線はね、一味違うよ。ドゥドゥドゥデ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 、こいでこいで、チョケ、よーしー、うちで落としてあげるっていうのがまあ個人的には強いかなと思う。あー、うまく拾ってきたね。オッケーオッケーオッケー、どう、よし、いやー流してくるんだ、丁寧に丁寧に、よっしゃこれ取れる、いやー、はい大丈夫です、おっしゃ取れる、頼む頼む、えースプリットでしょやっぱり、取れる、これは取れる、絶対取れる、よーし。ありがとうございました。うん、まあちょっともう一試合いこう。いやー待って、名人1位の世界ランク95位来たって。いやーこの試合マジで大事やな、みんなバチバチに集中していくんでよろしく。はい、引っ張り警戒、いい、まず高速スライダー、 OK、 さあワンボール、一旦ストレートですぎ、 OK、 さあワンワン、一旦スプリットにして、 OK、 OK、 振らしてるスライダーでスピス、いやうまいね、あーまあ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 、なるほど、オッケー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 、大丈夫大丈夫、みんなここにシンキング、うーんボールか、ゲツゲツ、マジゲツマジゲツマジゲツ、ほらみそーしゃ、ここはツーアウト取れてるんで、まあ簡単にアウト取りたい、取って、あーミート落ちしてくるんだ、なんやかんやここなんすよ、取れる、これは取れる、あーうまいね、ちゃんと流してくる、ここスライダー、おい世界ランク95位です相手、テンション上がってきたね、うわマジか、テンションだら下がり、まあいいんすよいいんすよ、マー君がやれるかやれないかですからね今日はね、はーい、高速スライダー行って、よし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 、ワンストスプリットベスピ、うん、よしよしよし、あれあれどうですかみんな。あることないかこれは、スプリット、スライダースライダースライダー、コーススライダーでスピー、はい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 、見てくる、シンキングとかいきますかね、まあちょっと怖いけどねこのシンキング、正直外角行ってもよかったかなってあるけど、うん、引っ張らなあかんよね、そうだよねそうだよね、わかるわかる、じゃあストレート、ストレート、やばい。上出来じゃないかこれは、意外性、意外意外だ、ベスピー、あーミート落ちする、やばい、もう強いってね、言ってるでしょみんな、これ楽天純正でこのマーク打つのめっちゃむずいと思うよ。さあまあ最後に1点取って勝ちましょうか、抜けて、よっしゃ OK、 ナイスバッティング、よし、オッケー、ナイス、アニューエロス、出たー、やべ、ゲッツーじゃないこれ、あぶねー、次のホール決めてくるって、よーっ、ドゥエー、あらした、結果発表、私、レイチャンネルはスピリー予選セレクションマー君を使います。
とりあえずね